はい、最底辺のは、我が道を行くゆきこです。ちょっと明るめの ビデオです。ついさっき、ブラック企業に賃金を踏み倒されたって泣いてたのに、泣いたカラスが、涙もか、あれ？泣いたカラスが今度は笑ってるみたいな、ちょっとそんな感じですけども。ついに、スポンジボブの石鹸を作りました。これではないんですね。これはフランスのリリーの分なんですよ。で、このソープモールドを使ってできたのがこれなんですね。乾かすのに、まあ、4週間なんですね。で、このパイナップルの家にこうやって飾ります。なんかこれホワイトチョコレートみたいですね。これもし2つ買えば、1つはお菓子用、まあ、製菓用、1つは石鹸用っていうふうにできるかなと思います。で、これはスポンジボブの後ろ姿でございます。では失礼します。